平野翔、岩優太、神宮寺祐太が同時に投稿。ファンとの特別な瞬間を共有する SNS 活用術。2024年8月9日、平野翔、岩優太、神宮寺祐太という3人の若手アイドルが、それぞれのインスタグラムストーリーズを更新した。その内容は、一見すると何気ない社内での自撮りショットであるが、そこには彼らのキャラクターが滲み出ており、ファンにとっては特別な瞬間だった。 特にこの投稿が注目を集めたのは、3人の自然な姿が映し出されている点にある。彼らの個性が反映されたそれぞれのショットは、ファンにとっての朝の挨拶ともなり、一日の始まりを明るく彩った。最初にストーリーズを更新したのは、神宮寺勇太だった。おはようというシンプルなメッセージとともに、彼はカメラを見つめる姿を公開した。その表情には少しの眠たさが残っているが、 彼特有の落ち着きと優しさが感じられた。彼が投稿した字取りは、ファンの心をほっとさせるものであり、その日一日の活力を与える存在となったことは間違いない。続いて投稿したのは平野翔だ。彼は、おはようございますと挨拶しながら、加工アプリを使用して顔が大きく膨らんだ驚きの姿を披露した。帽子をかぶった彼の顔には光が半分だけ差し込み、彼はそのことを、 半分眩しいとコメントした。このユーモラスな姿に、ファンは思わず笑みを浮かべ、彼のユニークな一面に再び魅了されたことだろう。平野の投稿は、ただの挨拶にとどまらず、ファンとの距離を縮めるコミュニケーションの一環として機能している。最後に岸優太がストーリーズを更新した。彼は、行ってまいりますとのメッセージとともに、自撮り写真をアップした。前髪が分かれたヘアスタイルで、 下からのアングルで撮影されたその写真は、岸の素顔を映し出しており、ファンにとっては新鮮な驚きとなった。彼の投稿は、自然体でありながらもプロフェッショナルな一面を感じさせるものであり、ファンに安心感を与える存在となった。このように、3人それぞれが個性を持ちながらも、共通してファンとの絆を深めるための手段として SNS を活用していることがうかがえる。彼らの投稿に対して、ファンからは、 本当に可愛い3人。元気が出た。100万回いいねをしたい。プライベート感たっぷりな3人にキュンキュンしちゃうといった喜びの声が寄せられている。ファンが感じたのは、彼らの自然体な姿に癒されると同時に、彼らが常にファンを思いやる姿勢で活動しているという事実である。この投稿が行われた背景には、ただの挨拶という以上の意味が隠されているかもしれない。現在 彼らは新曲の披露やフェスティバルへの出演など、忙しい日々を送っている。それにもかかわらず、ファンとのコミュニケーションを大切にするために時間を割いているのだ。また、最近の日本での自然災害、特に能登半島地震に関連した不安を抱えるファンを少しでも元気づけようという意図もあったのではないかと考えられる。彼らのストーリーズは、単なる自撮り写真の共有にとどまらず、 ファンとの絆をさらに強固にするための手段であり、その温かさはファンの心に深く刻まれた。さらに、今週末には戸部主催の能登半島地震のためのチャリティーイベントが控えており、彼らの活動はますます注目を集めることになるだろう。彼らの SNS 投稿は、ファンにとって日常の一部であり、彼らがどれだけファンを大切にしているかを示す証拠でもある。そして、これらの投稿がファンに与える影響は計り知れず、 その日一日のエネルギー源となっていることは間違いない。ここで彼らの投稿がファンに与える心理的な影響について考察してみる。アイドルの SNS 投稿はファンにとっての接点であり彼らの存在を身近に感じることができる重要な手段だ。特にこのようなプライベート感あふれる投稿はファンにとっての安心感や喜びを生み出し彼らとの絆を深めるきっかけとなる。 神宮寺の穏やかな表情、平野のユーモア、騎士の自然体な姿勢は、それぞれが異なる魅力を持ちながらも、共通してファンにとっての癒しとなっている。一方で、このタイミングでの投稿には、彼ら自身の心理的な側面も影響しているのではないかという仮説も考えられる。忙しいスケジュールの中で、彼らがファンとのコミュニケーションを優先することで、精神的なリフレッシュを図っている可能性がある。 SNS を通じてファンとの交流を持つことで、彼ら自身もまたエネルギーを得ているのかもしれない。このような相互作用が、アイドルとファンの関係をより強固にしていると考えられる。さらに、今回の投稿が示唆するもう一つの側面として、彼らがどのように、そう見せるかというテーマが挙げられる。アイドルとしての彼らは、常に完璧な姿を求められるが、今回の投稿のように自然体な姿を見せることで、 逆にその魅力がが増すことがあるファンは彼らの人間らしさに触れることでより一層親近感を抱くようになる。特に SNS というプラットフォームは彼らが自分自身を表現する場として機能しておりその使い方次第でファンとの距離感をコントロールすることができる。今回の投稿からも分かるように彼らはそのバランスを見事に保っておりファンに対して常に新鮮で親しみやすい姿を提供している。 これは彼らがどれだけファンのことを理解し、彼らの期待に依頼ようとしているかの表れである。さらに、彼らの活動が今後も続く中で、このような SNS を通じたコミュニケーションがますます重要な役割を果たしていくことは間違いない。さらに考察を深めていくと、平野翔元優太神宮寺優太という3人のアイドルが SNS を通じてどのようにファンとコミュニケーションを図っているのか。 そのの背景には多くの要因がが絡んでいることが見えてきますまず第一に、彼らの投稿は単なる自己表現にとどまらず、ファンとの共感を生むための重要なツールであると言えるでしょう。彼らが日常の1コマをシェアすることで、ファンは彼らをより身近に感じ、応援する気持ちが強まるのです。特に、今回のようなプライベート感あふれる投稿は、ファンにとって大きな喜びとなり、 そのの影響は SNS 枠を越えてて広がっていきます。彼らの投稿には常にファンを意識した計算された一面もあるでしょう。しかしそれと同時に彼ら自身のそう見せることでファンとの間に信頼感を築いている点も見逃せません。例えば平野が加工アプリを使用して顔を膨らませたユーモラスな姿を見せたことや神宮寺が眠たげな表情で挨拶をしたこと。 騎士が自然体な自撮りをアップしたことなど、それぞれが異なるアプローチでファンに、素直さを伝えています。この、素直さこそが、彼らの魅力を一層引き立て、ファンの心をつかむ要因となっているのです。また、3人が同じタイミングでストーリーズを更新したこと自体にも、深い意味があると考えられます。彼らが意図的に同時に投稿を行ったのは、ファンに対して、今、私たちは共にいる。 といいううメッセージを伝えたたかかったのでではないでしょうかこれは彼らがグループとしての結束を示すとともに、ファンに対して、私たちは一緒に頑張っているという安心感を与えるための戦略とも言えます。特に、戸部主催の能登半島地震チャリティーイベントが控えている中で、彼らの団結した姿は、ファンにとって大きな励ましとなることでしょう。このように考えると、彼らの SNS 投稿は単なる日常のシェアではなく、 ファンとの深いコミュニケーションを意図したものであり、その背後には緻密な戦略が隠されていることがわかります。さらに、彼らがこれらの投稿を通じてファンに伝えようとしているメッセージは、ただの応援以上のものであり、ファンとの絆をより強固にするための重要な要素となっています。彼らの投稿が与える影響は、ファンの心に深く浸透し、その影響力は今後もますます大きくなっていくでしょう。そして、 このような SNS の使い方は、アイドルという存在が持つ影響力の大きさを改めて認識させてくれます。彼らが発信する一つ一つのメッセージは、ファンにとっての日常の一部であり、そのメッセージがどれだけファンにとっての励みや癒しとなっているかを考えると、彼らの責任の重さもまた感じられるでしょう。彼らが SNS を通じてファンとの絆を深める一方で、その影響力がファンの日常にどのように反映されているのか。 今後も注目していく価値があると考えられますここで一つ考えてみたいのは、彼らがこれからどのように SNS を活用していくのかという点です。現在、彼らは SNS を通じてファンとのコミュニケーションを積極的に図っていますが、これからの展開がどのように進化していくのか興味深いところです。例えば、ライブ配信やファンとの直接対話を取り入れることで、さらに深いコミュニケーションを図ることができるでしょう。 また、彼らがどのようなコンテンツを提供していくのか、その内容次第でファンの反応も大きく変わってくるはずです。さらに、彼らの活動が今後どのように進化していくかも注目ポイントです。現在のところ、彼らは SNS を活用してファンとの絆を深めることに成功していますが、その先にどのような展開が待っているのか、予測することは難しいです。しかし、彼らのこれまでの活動を見る限り、 常に新しい挑戦を続けてきたことから、今後もファンを驚かせるような展開が期待されるでしょう。最後に、彼らの SNS 投稿がファンにとってどのような意味を持つのかを再度考えてみると、それは単なる情報提供以上のものであることがわかります。彼らの投稿は、ファンにとっての癒しであり、励ましであり、そして、共感の源でもあります。彼らがどのようにファンとのコミュニケーションを図っていくのか、 今後も注目し続けることが、ファンとしての楽しみの一つであると言えるでしょう。そして、その中で、彼ら自身がどのように成長し、どのようなメッセージを発信していくのかを見守ることが、ファンとの絆をさらに深める鍵となるはずです。このように、彼らの SNS 投稿は、単なる情報発信にとどまらず。ファンとの深い絆を築くための重要な手段であり、その影響力は今後も増していくことが予想されます。 あなたはどう感じますか彼らの投稿があなたにとってどのような意味を持っているのか、そしてこれから彼らがどのような活動を展開していくのか、ぜひ考えてみてください。ファンとしての意見や感想を共有することで、彼らとの絆をさらに深めることができるかもしれません。最後に、彼らの投稿がファンにとってどのような意味を持つのかを考えてみると、それは単なる、応援以上のものであることがわかる。 彼らの一挙手一投足がファンに与える影響は大きく、その存在はファンの生活の一部となっている。彼らが発信するメッセージや投稿は、ファンにとっての支えであり、日常の中での楽しみである。彼らの存在が、ファンの生活にどれだけの彩りを与えているかを考えると、その責任の重さを改めて感じる。これからも彼らがどのようにファンと向き合い、どのようなメッセージを発信していくのか、 注目していきたいそしてそのメッセージがどのように進化しどのようにファンとの関係を深めていくのかを見守ることで彼らの成長を共に楽しむことができるだろう。この先の活動に期待しながら彼らの一つ一つの投稿がファンにとってどのような影響を与えていくのかを引き続き観察していきたい。